すごいんだよ、それが飛んでる。ここがやっぱ引っ張るの。ぬくいな。すごいっすね。いってなくなってます。そうなんすか。こんにちは、松本です。あっちょこです。ゼコジョーです。いらっしゃいませ、森川自動車です。と、ふらちゃんです。この度、要望が多かったメンバーシップをやることになりました。290円です、月額。絵文字、まあ、TBS だとか、トロフィーだとか、悪魔だとか、森川自動車のね、メンバーが増えてくると、絵文字を追加できるんですけど、青い自動車の絵文字とか、いろいろ追加していきます。で、限定ライブ、メンバー限定のライブと、月1回の不定期ですけどね、限定写真の投稿をしていきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。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 なんかない。悪魔、使ってね。いや、お前、牡蠣の絵文字あるから。あ、牡蠣の絵文字使ってね。なんかない。まあ、いろいろ使い道は、ね、あると思うんでですね、ぜひ。緑のウサギがある。いろいろあります。緑のウサギ。はい、ちょっと気持ち悪いです。そう、気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪いけど、はい、緑のウサギある。なんかないですか。自動車もあるよ。さっき言ったよ。フラちゃんなんかない。フラちゃんもあるよ。はい、ということで、メンバーシップよろしくお願いします。本編お楽しみください、どうぞ。こんにちは、松本です。あちょこです。こんにちは、佐賀県吉瀬古戦吉原です。よろしくお願いします。お願いします。すごいんだよ、ずっと見てて。いや、いいですね、あれ。ね、見てるだけでもすごいよね。すごいっすね。いや正直ね、ここ来るまでね、ちょっと、侮っとった。見っとった、佐賀市は何もない。話をライブ配信でも言ってましたもんね。そうなんですよ、佐賀の。いや、僕出身だからですね、はいはい、佐賀出身、佐賀って言っても佐賀じゃないんですけど嬉しいなんですけど、はい、なんもないわけですよ、基本用事があってもあんま来ないですよ用事があるんやったら佐賀以外にしてくださいっていうぐらい来ないですもんね。でもめちゃくちゃディスってるいや、そうなんですよ。ただやっぱすごい、来た方がいい福岡からでも来た方がいい。そうやって言っていただくと嬉しいです。いや、マジで僕足があれだけで変わったのがすごいびっくりしたんやけど、それ以上にぬくいやつを見てたらあれやばい、やってもらいたくなりますね。ということで僕は首が悪いんで、はいはい、お願いします。終わりました。よろしくお願いします。松本盗聴器。松本さん、はい、首は痛みを感じてるんですか。痛みを感じます。このままだと頭痛が起きちゃうのが痛いんですけど、ここが痛いんですよ。ここですね、左のところなんですね、はい。こうすると特に痛いですね。ここも痛いですね。こうするとこう突っ張ってる感じが。そうですね。で最近ここにね、吹き物がすごいね。はい、どこ吹き物ありますか。いやいや、めっちゃあるじゃん。ここも見て、これもね、えらいひどくなってきたね、最近。ちょっと弱ってるんでしょうね。あ、やっぱそうですか、ね。最近お疲れ気味なんで。首を後ろに倒すなって感じ。なんだよ。おでき見つけましたね。おできって。おできなんですか。首を後ろに。首を後ろに倒すのはどうでしょう。あ、なるほどですね。今度前に倒します。もう一回後ろに倒します。どっちの方が行きにくいですか。あ、前の方が行きにくいです。ここがやっぱ突っ張るので痛いです。じゃあ前に倒した時にここは痛い、突っ張るというのは、まあ、筋肉、筋膜の問題があって痛みが出てるんですね、はい。で後ろにこう沿った時に痛みが出る時というのは、この関節だったりとか、はい、そういうところが原因で痛みが出てることが多いんですね。なるほど。で今前屈ですると痛いっていうふうにおっしゃってるので、はい、今あ、これをちょっと触った状態で、はい、ちょっと前屈、さっき痛いなという動作、首を斜めにしてやっていただくとちょっと変わります。変わります、変わります。痛くはないです。ちょっと変わるんですね、引っ張りが。思いっきり引っ張ると痛いです。あ、まだちょっとあるかなって感じですね、はい。で、この、ここ、はい、ここを押して、はい、もう一回痛い動作、ちょっと突っ張るな動作。あ、こっちの方が痛いですね。あ、こっちの方が痛いって感じですね。わかりました。じゃあここはどうでしょう。あ、これが一番ないです。あ、これが一番ないですね、はい。なるほどですね。わかりました。っていうことは、松本さんがいつも肩甲骨がこういつも外に引っ張られて、はい、今肩甲骨がこう下に下がっているので、はい、ここがいつも突っ張ってしまっているんですね、うん。だからここのところをもうちょっと緩めてですね、はい、でかつ肩甲骨がもうちょっとこう上に持ち上がるような、はい、姿勢だったりとかそういうのを作れるようになると今の痛みってかなり楽になると思うので、それをちょっとやっていきます。はい、はい、松本盗聴器。じゃあライブ配信始めます。お願いします。始めますよ。はい、はい、こんにちは。はい、始まりました。今じゃあすごいですよ、聞きました。今月ですか、はい、新規で65名か。1日30から70、まあ、46、40から70、40から70ぐらいいらっしゃいます。すごい、行きます。
ますちょっとお腹に、はい、だ、ぬくいもうすでにぬくい首周りなのにやっぱお腹のところでいいんですねあ、そうですね、背中でもはい。お、痛いです。いや、痛かった。痛かったです。お、うわ、ぬくいな。すごい。これ僕の指なんですよ。で、手の上に機械が乗っかってるんですけど、はい、下のプレートと電波が行ったり来たりしてですね、はい、熱が発生するようになってます。すっげえ、めっちゃぬくい。でなんかしかもその表面があったかいんじゃなくて、はいはいはい、中がぬくいんですよ。そうです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 。結構ご存知です。いやすごいこう中までぐっときますね。熱が。チョゴリ。はい。これすごいよ。いやいいなと思いながら。ねえお前受けるんで残念ね今日。もう決定なんですね。これすごいな深く、はい。深くきます。でまあトッツさんがこうしながらこうするとつまりから切れますって言ってたので。はい。しっかり治療してあげると動きやすくなります。そこ今痛いですもんね。僕も触っててしこり感というのを感じます、うん、高血病です、ね、なるほど。うおーぬくいな、うん、本当やもう森川さんたちが言う通りその北海道をチンチンにした感じのやつだ、ね、そうなんですか。でそれが奥までぬくいですね。痛いとかはないですか。です痛くはないです。痛くはないっていうかなんかどうしたあんただけ受け取らんけんね。そう僕だけ北海道何も共感できんわ、うん、からんわからん。浦間さんそうそうっていうわ、うん、からんね。わからん。いやこれね一回受けたらわかるよね。でも受けれんって残念いつでも交代できるように準備してください。ああそれはルーキーズの平塚も言いよって。あ今ルーキーズハマってますんで。いつでも交代してやんぜって言って。その結構ここ押されると痛いところなんですけど。そこめっちゃ痛いです。めっちゃ痛いです。はい。うわすごいな。これめっちゃ気持ちいいぞチョコリ。そうですか。うん。めちゃくちゃ気持ちいいっす。うわ痛い。痛いですね。痛い方がなくなってくるんですよ。うん。あ本当だ。ちょっと消えてきましたね。消えてくるんですか。消えてくるんですよ。そうなんですね、うん、分からないと思いますけど。分かんないです一人共感できないいやほんとチョコリがねおったら本当ですね。したかったけど、うん、いますね。ここにいますね。チョコリが来とったらね出してやりたかったセミナーのオープニングみたいな手遅れになってしまった現実世界で間に合えたな家の写真だけ見せてくださいやりたかったな俺松本さん頭痛はね起きるとおっしゃったのでめちゃくちゃここも頭痛の治療ポイントなので。なるほど。あっすげえ。ほんとなんか駅のホームインの感じですねこの音聞いてるとあポン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 という音がねこれすごい。松本さんありがとうございます。いやこれは本当にここからはい、あこれなんともない前でしたね。うん、あなくなってますすごいなこれ。詰まり感がだいぶ、うん、さっきより下がっとろ、うん、下がってますね。斜めにするのうんないです。おおすごいツンって切れたんですよ。はははは。あそこの痛みが取れちゃいましたか。なくなった。すごい。じゃこれをですね、今度右もするともっと楽になるんですよ、はい、右もやってみますか。お願いします、はい、痛そうですね。すげえ痛そうですね。すごいいいんですよ。ジョーリさんだけしてもらえない、うん、ごめん疑ってますよ本当かってちょっと思ってますよ。熱した鉄球をこう、沿わされとる感じ。熱した鉄球ゴーゴーじゃないですか。いや違う、お湯に入れた鉄球みたいな、うん、ちょうどいいぐらいの。いいあ、分からん。分からん、分からん、分からん。鉄球が気持ちいいですか。分からん、受けない。もう受けてないやつがもう言うな。4人だけはピンときやすい。1人と視聴者さんも来てないやつからね。松尾田道之。うわぁ、もうすぐぬくなりますね、これ。そうですね。
指があったかく感じますよね。いや本当にこれすげえ、あっちすげえな、痛いっすね。そしていやそう松尾さん右も硬い痛え。これは頭痛出るなっていう。あ本当ですか。特にやっぱこの押してるこの筋肉がもうちょっと動くようにならないといけないですね。はい、そうなのでもうベタッと張り付いてる状態なので。なるほど。少し動かせるようにならないといけない。おいってなんか右の方が痛いですね。いや自覚症状は左でおっしゃってましたけど、はい、右の方が硬いです。本当はこれ右の方がね、はい、痛いんだ。あ僕も逆でしたもんね、さっきなんか。さっきそうでした ね、 さっきそうでしたね、うん、そんなもんなんかな。やっぱ負担を受けてるかもしれないですね。なるほど。そしてこう右の方が熱いんですよ。あ、うん、硬いところに熱がこう集まりやすいので。なるほどなるほど。抵抗感が高いとやっぱり熱がバーッと温まるので。なるほど。そうなんでしょう、これですか、ね、そうですか。そう、そう、暖かいですよ。そうですよね。硬いと熱くなるもう見てても温度は分かんないですからね。そうそうね、見てても温度は分かんない。みんな良さそう、良さそうという気持ちいいぐらいですか。気持ちいいですね。しかもそこも痛いんですけど、痛気持ちいいですね。わー、いいっすね、そこすげえ。もうちょっと肩甲骨がそこに開ききってるので、いつもここは頑張ってるんですね。なるほど、はい。ちょっと頑張らなくていいよって言わないで。これすごいよ。すごいんですよ、これ。すごいですよ。今もう R が上下で動いてる。うん、どうしたか分かんないですけど。R？ 機械みたいな。機械 R。R スティック。うわ。今ここを押さえてるところがですね、はい、頭に行く神経が通る道なんですよね、はい、だからよく頭痛が出るとおっしゃったように、ここはやっぱ硬くなってるので、あ、ここはもう少し柔らぐとめちゃくちゃ楽になると思います。ありがとうございます。おー、いてー、めちゃくちゃ熱いですね。僕の指もだいぶ熱い。いや、そう、めっちゃ熱い。じゃあ相当硬い。うん、相当硬いね。めちゃくちゃ熱いもんね。そういうことやね、チョコリさん。熱いと硬い。へえ、うん、そうなんすか。わからん。うわ、これ相当気持ちいいよ、これジョコリ。気持ちいいの、ジョコリさん。熱いんじゃないですか。気持ちいいやつなんですか。いや、あったかい。残念ね、ジョコリさんも電波が完売したみたい。電波が完売したみたいですね。電波が完売したみたいですね。これで終わりです。はい、松尾田道中。いや、チョコリコやった方がいいけど、チョコリさんの顎もしてもらっていいのか。そう、顎ね、指先はめて、指先はめて、それ言って違う、指先はマジで指先はめて、ブル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 してもらったよね、なんでせんのよ。サッカーちょっとピーピーになるかもしれない。気にしよう、ご飯見るかもしれない。ここがめちゃくちゃ硬いんですね。そうなんですよ、そうそう、そこめっちゃ硬いんですよ。ぬくい、すんげーっすね、熱が。でこの熱がやっぱりこうすごく伝わるので、自律神経もすごく調節されて、これやった当日はすごく眠りやすいっていうのはめちゃくちゃ感じますね。いいですね、超いい。はい、受け取った方がいいって、うん、なんでやらんのかな、うん、変わってくれないかなずっと思ってます。ずっと思ってます。あ、思ってた。思ってます。あ、そうなんだね。羨ましそうな目してる。ゲーセンみたいに。うわ、これ絶対やった方がいいわ、これ。これラジオ波の威力は一定なんですか。場所によって変えます。今弱めですか。あ、今は首専用というか、そんな調節をしています。あ、でも熱の感じ方はもう一緒だと思います。お父さんも結構今。僕の指も結構あったかいので、結構暑さを感じてる。いや、そう、すごいですね。楽しみですね。ねえ、本当。ロフト受け入れたら分かったけどね。待ってますよ。え待ってますよ。そうなんですよ、先生。そこめっちゃ、ね、痛いんですよ。もっそ硬いですよね、そこ。いや、めちゃくちゃ硬いです。わあ、そうそう。これがね、のんちゃん、このピンポイントに、あ、悩みのところをこう、へえへえへえ。へえへえって。へーへーとかあるか。へーへーってもう受け終わったからもう。なんでそんなアメリカのやつとされてる。
怒ったな。ヘイポ？いやいや、なんか昔のお笑い流しの人でなんかヘイヘイヘイガンが言うのを。さあ、今度上抜きでお願いします。はい、あ、上も初角やちとせ。あ、そうでした。初角やちとせ。これは何をされてるんですか？今これはですね、この耳のあの、ちょうどですね、側頭筋っていうところがあるんですけど、 あ、これすごいですね。いってその後ろとかがやっぱマスクしてて凝って、あ、そうです、首が痛くなったりしてましたもんね。あ、これは結構痛いですね。結構痛い、ちょっと痛いですね。もうなんかずーっと響くような感じですね。そうですね。こっちの方が痛いですか？こっちの方が痛い。あ、右が痛いです。こっちの方が痛いですね。はい、これやっぱりっていうことは何かあるんですか？もう僕の手はもうこっちがもうゴリッゴリの痛そうやな。です。松尾田道中記、よし、行きます。はい、あ、右が段違いに変わる。おお、おお、ああ。こう向ける。いやいやいや、めっちゃ行ってますよ。うん、あ、すごいね。あ、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 すごい、めっちゃ軽い肩も、うんうん、あ、あ、違和感がない。今こう硬くてあんまりこう動かせなかったんですけど、あ、すごい。よかったですね。これすげえな。なんかね、視界が広いのよ、明るい。目開いてない？開いてますね。ね、そうなるんですか？うん、そうなる。あ、そうなる、うん、すごいよ。もう残念だったね。本当、もう一回生まれ変わったらね、うん、受けられるかもしれない、うん、来世来世佐賀に来た時にもう来ないかもしれないですけど。松尾田道中記、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいですね先生。いや、すごいです、うん、またね、ピンポイントに痛いところの気持ちいいところをグーッと押して、そこがねふわっとこう軽くなっていくのよ。なんか良さそうでした。なんか熱いていくのが気持ちいいの、良さそうでした。あー、なんかすごい動いててね、良さそうでしたね。ほんと、でもこれびっくりだね。でもね、初回5500円なのがそもそも安いけど、これが990円。はい、松尾田道中記見たと言っていただける。はい、はい、安くないですか？いやいや、安いね。いや、もうぜひぜひ皆さん来てください。はい、説明欄にチャンネルとかいろいろ貼っときますんで、はい、見ていってください。はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。いや、いや、さっきまで3分差が落ちてた。いいとこもあるんだ、坂も。対抗したときに何もないから、本当に何もないけど、ここがあるから。そうですね、言ってますけど、住んでるの、坂でね。そうです。今度は、ね、高架所です。しかも意外と近いっていう。はい。